1918年春工の旧来住家住宅に使用されている板ガラス単板ガラスとは複数枚の板ガラスにより構成される複層ガラスに対して単一の板ガラスを指す工業用語かつては板ガラスといえばすなわち単板ガラスのことだったが複層ガラスが普及したため一枚だけの板ガラスを区別するため単板ガラスと呼ぶようになった減損する 世界最古の短板ガラスは、紀元前8世紀頃に、イタリアのポンペイで、大浴場の窓に使われていた、鋳造法によるものとされている。4から7世紀頃、シリアの吹きガラス技法が発展して、クラウン法が生まれ、透明度のある窓ガラスが実現する。17世紀の末には、フランスの35番で大掛かりな鋳造法が実用化し、大きな磨きガラスが何枚も、 ベルサイユ宮殿の鏡の間に用いられている。その後、産業革命家のイギリスでは、円筒型に吹いたガラスを切り開いて平面にする、円筒法による大量生産が可能となり、クリスタルパレスも建造された。開国後の日本でも、近代建築に板ガラスが多用されたが、高価な輸入品だった。1909年、朝日ガラスが、 当時の主な輸入先だったベルギーから円筒法の技術を導入し、国産化に向けての動きを起こしていた。円筒法は徐々に機械化され、第一次世界大戦の余波で1914年にガラスの輸入が全面停止となった前後に本格的な国産化が進んだという。 1918年春工の旧来住家住宅に使用されている板ガラスに映る筒ツ子ツなどの5月の花。この後、1920年代にアメリカ合衆国でロール法が、さらに1950年にはイギリスで磨き工程が不要で平滑性に優れたフロート法が開発され、大型の高等化ガラスの製造が可能になる。 1915年頃、ベルギーのフルコールによるフルコール法、アメリカのコルバーンによるコルバーン法が実用化され、溶解したガラスから直接板状のガラスを垂直引き上げで製造できるようになった。日本では1920年に日本に板ガラスがコルバーン法を導入、生産開始している。昭和初期にかけ、この薄板ガラスを障子にはめることが流行し、 需要も拡大していった。1920年代にアメリカ合衆国でロール法が、さらに1950年にはイギリスで、磨き工程が不要で平滑性に優れたフロート法が開発され、大型の高等化ガラスの製造が可能になった。日本でも1965年から導入が進み、単板ガラスはフロートガラスへと移行していった。なお、フロート法では、 作れない硬板ガラスや網入りガラスは現在でもロール法が発展したロールアウト法で製造されている具体的な用途としては住宅の建具家具自動車などが挙げられる服装ガラスより安価だが開口部に利用した場合断熱性が悪く結露が発生しやすく居住性の低下につながる防音性には期待できないが厚みを増すことによりある程度の対処ができる 近年は、防犯性の高い合わせガラスや、断熱性が高く結露が発生しにくい、副装ガラスが増加している。鉄道車両においては、以前は多く利用されていたが、副装ガラスの低価格化により近年はあまり用いられていない。ありがとうございます。